収録が終わりまして、はい、まあ、今回はやっぱり J リーグカレーの CM の復刻ですね、うんうん、やっぱねついていけないついていけない。でも気になることがありすぎて一世を風靡した J リーグカレーの CM を復刻したので、うん、はい、J リーグカレーがまたあの販売が改めて始まったっていうことじゃなくて、あの CM を改めてリメイクして復刻と、うん、そうなんだ。でそれで J リーグの日に、うん、まあ、あの J リーグカレーは、配られたという、うん、ことだったんですけれども、はい、買いたかったけど、はい、売ってないってことですもん ね。残念。でも世代ではないですけど、うん、見てどうでしたか J リーグカレー、 J リーグカレーの CM 面白かったですね。あの子供がなってね急にもじゃもじゃになっちゃったらちょっとなって多分当時見てた方はなったんじゃないですか、ね、そうですよね。食べた記憶はあんまりないんだよなと思ってて、ひろいさんは食べました。なんか何回か食べた記憶ありますよ。なんかわざとこうなんかこうみたいな感じでやって、おかわり、そうおかわりってあのちょっとあのイントネーションが違う、おかわり、そう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 、31年ぶりに復活ですって。で今回はそのオリジナルは食べておかわりだったのが、今回はラモスさんはただいまと言ってるっていうね、いう CM ですけれどもね、確かにあの CM のまあ好感度のランキングでもずっと1位だったような、うん、そのすごく話題になった CM でしたし、あの時代はいろんな J リーグなんとかが出てたっていう時代でしたね。何ですか J リーグなんとかって、はい、何あったんですか。 J リーグチップス、チップス、あとはそうそう J リーグのアイスだったりと かグッズとかもその地元のどっかとかじゃなくてもうどのチームのも買えるような感じだったから、みんなだから本当にマリノス被ってたり、うん、エスパルス被ってたりとか、うん、ガンバ被ってたりっていうのがなんか東京とかで、うん、今だったらあんまりないでしょ、うん、ベルディとか FC 東京とかになるけど、そういう感じでもうみんな J リーググッズみたいなのを買って、そうなんだ。チップスにしてもアイスにしてもシールとか、うん、そういったものがついてくるのをみんな集めてた時代でしたよね、うんうん、もうね、そう好きなチームのとか、うん、好きなだからカズさんとかがめっちゃ欲しかったけど、カズさん出たことないと思う。そうだそうですね、そう、うん、アントラーズの超マニアックですよ、大野俊三さんっていうね、チリチリ頭の人が毎回大野俊三さん出てくる、ね、またみたいなそういうのありますよね、また大野俊三出たって言ってたのめっちゃ覚えてますで今回は板倉さんがコースターに来てくれたりとか、うん、駅から東金沢の駅から歩いてみたりとか、うん、どうですか歩いてみようなんて思いますか、うん、いや私は車で大丈夫です石川県民だ、そう石川県民はもう20分も15分も歩けない、みんな車乗ってるんで、でも健康にはいいですよ、健康にはいいし多くて30分、うん、渋滞はないし、うん、ね、お酒も飲めるし、うん、いいことはいっぱいありますよ。なるほど、はい、いやでも車せっかくもう全然顔がピンときてないえでも都会の方はあれなんですか、15分とか20分は余裕なんですか、うん、余裕、しかも歩くの早いし、あそう確かに、うん、あの 駅でめっちゃ早いイメージ、うん、なんかね家に帰ってからウォーキングするのの代わりにもう歩いちゃえっていうことであればね、うん、一石二鳥という感じだし、うん、はい、VTR では分かりやすい道を通ろうとして通っていったので、はい、例えば一本ずらしたもう少し細い道を行ったりすると、うん、もう少し近く行けるかなとか、あそうなんや、あのいろんなルートが話しながら歩いてたんで割とゆっくりだったのも、もうちょっとテンポよく行けばもう2、3分で十分行けると思いますし、途中にちょっとそれればコンビニもあるし食べ物屋さんもあるし、うんうん、いいと思うんですけどね、うん、はい、カレー屋さんもありますね、そうですね、そうですね、ちゃんカレーさんも、ちゃんカレーさんある、高柳店さん、うん、あの交差点のすぐのとこに、はい、そうなんです、え食べてえスタジアム行ってまた食べて帰るみたいなプラスなのかマイナスなのか、それはね確かにプラスなのかマイナスなのかですね誘惑がまだ少ないけど、そうですね、そんなのはありました。ワケフットボールクラブはなんか良かったですね、うん、1期生がコーチに入ったりとか、はい、良かったですね、あれだけたくさん のこの少子化の中で子どもたちがたくさん集まって練習してるんだっていうのも非常にあのなんかいいチームだなというふうに思いましたね、うん、短い時間でしたけどなんか活気のあるいいチームだなと思ったし、うん、あの代表の方のワイルドさもなんかちょっとワイルドでしたね、目を引きましたね、はい、こんがり焼けてってでもなんかオラオラな感じじゃなくてこういろんな世代の意見を取り入れるとか、子供とこうハイタッチとかしてたじゃないですか、うん、なんかそのなんか親しみやすいだろうな、そうですね、楽しいんでしょうね、だからこう子供たち集まってくるんだろう、確かに
さあ J リーグカレー食べてああなったわけじゃないです。あれ正雄さんですか。違うと思いますけど。そんなのもありました。いいチームでしたね。いいチームでしたね。はいはい。